もともと、ねまあ、僕は荒井さんの脚本が、まあ、好きでファンでいたんですけれども荒、まあ、井監督の映画も好きでして、えーまあ、そんなこともあ,りあったんですけど、まあ、読ませていただいてなんというんだろう、あのーまあ、単純に一言で言うとやっぱ面白いなと思いました。 何ていうか検事まあ主役の賢治君がそのまあ大変なことが起きてじゃあこれからどうしようって言った時に賢治君は自分の体に正直に体の言い分を聞いてやるというふうなことを言うんですけれどもなんか本当に大変なこと明日死ぬかもしれないみたいな時に。 一度ふと立ち止まって「え、hey, じゃあ俺何したいかな?」って言った時に今まで散々自分というものを大事にせずに生きてきたけどこんな時ぐらい体の言い,い分に正直になってやるかなって思うケンジ君は俺は結構優しい男だなっていうふうになんか思ってあのー、なんかそこら辺が面白いなとは思いましたね。 大変だっったここここととはセリフを覚えるでですす <laughs> 本当にこれ <laughs> こっちじゃないですもうセリフとあとその絡みで言うと動作だったり仕草が全部そのまま書かれてるんですよとかきで。なのであの写ってる流れは全部事細かに書いてあるんですねで。それを一歩間違えると相手にも失意に当たりますし、うん、こうけがするというか。 なんでそれを覚えてシミュレーションして現場に入っていくっていうのはすごく大変でした、うん、いや覚えていくとはこんな大変なものなんだと思ってうん、うん、それが結構大変でしたしかも体の動きだとねやっぱこの書いてあるのとこの2次元で書かれているものが3次元になろうとした時にどううしたって無理が生じるじるゃんそ,うそうなんですよねだけど割と監督そこはこだわって大事にやりたい。うんあの 書かれてる通りやりたいっていう感じだったんでセリフ言った後ここで「あキスするんだっけ?」とかそこまで細かく書いてあるんですね、うん、なのでそれは本当にでも新井さんは脚本家なのでやっぱりそこにはこだわりはあるし脚本家にこだわってきたってはっきりおっしゃってたので、うん、大切にしないとなと思ってはいえっとですねこの作品は、まあ R18 なわけでありますが、まあ、実質 R30 ぐらいの <laughs> 30オーバーぐらいの方々が見て共感していただいたりいろいろ物議を醸していただいたりしていただける作品じゃないかなと思うと同時に先ほども言ったように「僕の賢治」っていう役は本当は45歳ぐらいの人がやったりしするなする。 ぐらい大人の役なんですけどまあそれをあえて僕とか竹内さんということで一回り小さい一回り若いぐらいの子たちがやることによってなんかこの作映画の中にある幅が生まれてるのかなっていうだから老若男女こう、うん、結構上の方が見たらその。 まあ、ある青春映画として見ることができるし僕らよりも下の世代とか同世代の人が見たら自分たちと同じこととしてこう体験できるっていう風なああれがあると思います私の知人が先に見てくれたんですけどあのそれこそ二十歳ぐらいの女の子ですごく好きだった人に会いたくなりましたっていうことを言ってくれたんですね。で なんでそのあと2人で見に行ってくれたんですけど2時間ぐらいずっとお茶してその映画とあと自分たちの恋愛について喋ってたっていうことを言ってて恋愛について語れる映画なんだなっていうふうに気づいた作品でもあるんですねあの原作はこう先ほどおっしゃってたように割と40代とか30代の女性の 40代男性30代女性の話ではあるんですけれども私たちがやったことでちょっと爽やかにというかあの軽やかに見れる作品になってると思うのであの若い女性に楽しんでもらえるんじゃないかなっていうふうに思,う思いましたなんか、うん、すごいうわーってマシンガントークのように語られたんで私は結構。だかからなんか 年配の方はロマンポルノですよね、うん、の世代の方は懐かししいいいななと思思っって見てて見たただだける作品だなって思いました映画の関係者の方とかは「あロマン・ポルノが帰ってきた」っていうふうにおっしゃってたのでそういう世代にも響きますし、うん、見たことない世代の方にはそうやって恋愛トーク映画みたいになってますしあの幅広い映画だと思います。